本当にさ、毎回毎回年を重ねるごとにだけど、本当に時間が早いじゃないですか。もうこの2024年の上半期なんか、私今までで一番早かったんじゃないかなってくらい、もうあっという間に過ぎちゃって、なんか基本的に後悔ってしないんだけど、それに似た心残りがあって、2024年上半期にいろんなものを置いてきちゃった感じがして、であっという間に過ぎて、で夏が来るじゃないですか。で私夏にいつもこう活動的、こういう人多いと思うんだけど、夏はすごい活動的になれて、いろんな視野が広がって、行動がなんか気持ちについてくるみたいな季節なんだけど、冬はねもうほんと冬眠してるみたいで、だからこそこの下半期がちょっと期待しちゃっている。なんかちょっとでもウェイトを乗りすぎてたかなとも思ってて、気軽に自分を信じて過ごしていこうって思うことができたような気がします、これを読んで。私今3つぐらいの仕事をこう進行させていまして、ワクワクしています。新しい刺繍も作り出したし、来年に向けてのちょっとした楽しいコンテンツもちょっとなんかやり始めていて、私は新井良二さんがすごく好きで、でこの間初めて彼の展示に行ってきました。仮足美術館に行ったんだけど、もともとこれを持ってて、でこれをとあとこれ買いました。あとね、このこれも、これは長野の無印ブックスで買いました。で新井さんのあの展示ですごいいいなと思ったのが、ちょっと抜粋すると、人に失敗作を見せちゃいけないなと思うから、思い切りやりたいことを書いて、失敗とか成功というよりも人に贈るギフトみたいにしようと思ってるっていう文があって、なんかあ、そっかと、なんか私も失敗とか成功とかってその言葉の概念があんまり自分の中になくて、あとね、成功って言葉はすごく好きじゃなくて、でも納得するとか、自分の作るものとか発信することとかに対して、なんかそういう自分が納得するかとか、良くも悪くも心を動かせたかどうかとか、なんかそういう言葉の基準で自分のやってきたこととかを振り返ることは多かったんだけど、なんかそれだとやっぱりそのジャッジしてるだよなと思って、いつもね、なんかこれはもう違うなとか、ホットなセンテンスじゃないってなったりとかして、自分に対しても自分の作ったものに対してもジャッジしてる時がすごいあるなって思って、送る人が審査員みたいな感じで緊張を持ってなんか発信するんじゃなくて、自分もだし相手も信頼して、そこに対して自分の表現をなんて言ったらいいんだろうね、これ煮詰めて本当に美味しく、本当美味しくなれってその人のことを思いながら作るみたいな、その感覚だよなって思いました。
檻の中から出てきた平和の象徴。これワンピースだけどさ、ここをカットして普通にキャミソールというかキャミソールみたいな感じで着ようかな。このブルガリアの普通のヨーグルトを逆さにしてギリシャヨーグルトにするってやつがあるじゃないですか。それをもっぱらやっております。そしてよいしょ、彼のお母さんが作ってくれた彼のお母さんが作ったグラノーラを、私はヨーグルトには必ずこのプルーンを入れていますので、これを入れて、集中力が切れたので、これからなんかさ、夏バテでちょっと暑すぎて食欲があんまりないんだけれども、私の計画の中に入っております桃ちゃんを食べたいと思います。桃をね、買ったの。だから桃をね、見て、新しいリップ買いました。もともとずっとね、これマックのこの色を使ってたんですけど、これもねすごくいいんだけど、このリップねスーパーマットなの。だからちょっとだけデューイな感じが出るリップで、まあ同じような色、これめちゃくちゃいいですよ。塗りやすいし、こうやってさ、こう塗るの夢だったんだよね。マットリップでポン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 ってつけなきゃいけないじゃないですか。それをしてて、いつもこう塗りたかったの、こういう風に。なんか一個やっぱり悩みがあって、これイヤホン全部なんですけど、
But I need more salt, maybe?実は最近結構バタバタしてて精神的になんか余裕がなかったんだけど、その余裕がない証拠がありまして、今気づいたので一緒に見てください。じゅーん、そんなこんなで今回も見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。